はい、本日も PC ゲーム、バイクレースゲーム MotoGP15 のキャリアモードを取っていこうかなと思います。はい、今回第2戦なんですけど、やっぱりね、本レースではなくてプレレースって出ているんですよね。ちょっと見てみましょうか。ここ、左下の方にプレレースオプションって書いてあるので、やっぱりまだね、シーズンに入ってない前段階でのレースになるんですかね。ということで、01を後でちょっと修正しとかなきゃいけないという感じですね。で、今回なんですけども、ハードだったのを、シュミレーションなんですかね、こちらに、してみようかなと思います。あとは変更なしという形でセミプロとかこんな感じですね。で、早速じゃあレースの方に、レースというか、A big hello to all our viewers tuning in. Today, the MotoGP World Championship kicks off a weekend of racing action at the Ricardo Tormo track in Valencia. はい、ということで、なんだろう、GP、MotoGP14 枚だと自分のオフィスに最初も行くんですけど、今回こういうのないようなんで、いきなりコースということで、やっぱりプレーレース、シーズン前レースっぽいのでちょっと後で変更しておきますが、今回は、プレーレースの第2戦バレンシア、ということになります。この後は、ですね、こちらですね、プラクティクス、予選ウォームアップレースという形になっておりますので、前回と一緒で、マジで本戦と気味の晴れなんだ、すげえ最悪。なので、これからですね、始まるプラクティクスと、予選とウォームアップについてはスイッチの方で、垂れ流したで、レースの方は、前回と同じように YouTube の方に撮りで、流していこうと思います。ではですね、早速レースの方に行ってみましょう。
As you can see, you now have various offers from sponsors. On the left of the touchscreen, you'll find the documentation with all the information you need to manage every aspect of your private team. はい、ということで、プレレース第2戦、やっぱりプレレースっぽいですね、バレンシア戦なんですけども、雨、これがですね、ダメなんですよね、もうあの元 GP14 もそうだったんですけど、とにかく雨が走らないし、コーナーも全然回れないんですよね。なんかリプレイもずっと AI の見てましたけど、あんな速度であんな旋回はできねえなって感じなのと、あと一番怖いのはコーナー開けた時にアクセル開けるとリアがね、もうあの暴れて吹っ飛んでいくっていうのがもうずっとだったんで、どうしてもねそれが毎回解消できないんですよねっていうことで、もうねこれは諦めようと思って、潔くですねビリッケスを走った、それを、出していくというようななりました。で、これはチームを選べっていう感じなのかな。チームパーツヨーロッパモト3、なんだろうこれ、どこにしようかな。あとねホンダが意外と合わなかった臭いんで KTM にしておきましょうかね。カエルでいい、同じアジア人じゃねえかっていうことでね。じゃあこの、ドライブ M7 シックっていうんですかね、ここに、所属しようかなと思います。おい、次は何なんだろうな。いやー本当ねどうしようもねって感じでしたね。なんだろうね、本当ダメなんだよな。あ、何これ、どういうことなんだろう、使えるってことなんですかね。お金を入れればいいのかな。ホンダはいらない、ホンダだけは勘弁してくれ。じゃあとりあえず KTM、 お金がないのか、お金がないのか。なんかあれですね、キャリアモードちょっと変わりましたね。でもやっぱりエンジンとかブレーキとかシャシとかのレベルがあるので、これきついな。まあぼちぼちここら辺はやっていくという感じでしょうかね。ログも今回あるんですね、面白いな。こうなんだろうな、こういうとこ凝ってんですよね。なかなかあれな感じですね。チーム名です。じゃあ寿司チームにしようね。これでどうだ、ヤッホーということで、こんな感じでこういうこともできるらしいです。今回はでちょっとカレンダー見てみましょうか。 Go to next season ということで、次回からですね、キャリアモードのシーズンが始まるということだそうです。いやー本当ね、2回目ひどいレースでしたけども、雨だけは本当にセッティングがどうしてもできないというね感じなので、なかなか難しいですね。で今回なんですけども、トラコンもめちゃくちゃ入れました。どうしても走れなかったんでトラコン入れて、あとはちょっとね運が悪かったんですけど、まずAI とかのレベル設定をする項目から入った後のコースの天候が分かるって感じだったんで、運が悪かったんですけども、一番上の難易度のシミュレーターだったかなっていうのの AI に変えたら雨だったっていう最悪のオチだったんですけども、そういう形で、やってたわけですが、次回はもうちょっとねやっぱり最高難易度は難しいというか、寿司のあれでは無理かもしれないので、ハードにもう一回元3はもう全部ハードっていう風に決めて、行こうかなと。でそこで勝てるようであれば元2とかで AI レベル上げていけばいいかなっていう風に感じたので、とりあえず元3はもう全部ハードで行こうかなという風に考えております。いやーまたね雨はきついということでですね、
PC ゲームバイクレースゲーム MotoGP15 キャリアモードの第2戦ですね、プレレース第2戦のバレンシア戦を撮ってみました。ありがとうございました。